じゃあ大学の入学式の日に週刊プレイボーイさんの新入生特集に掲載させていただいて、はい、それを見た今の事務所に声をかけていただいて芸能界に入りました。そうですね、初めてのはラジオの生放送だったんですけど、こううまく読もうとしてイントネーションとかアナウンススキルっていうのに固執しすぎて、もうガチガチに緊張しちゃって、全然こう聞いてくださってる方のことを考えられずに話していたので、そこはすごく反省点だったなって思っています。そうですね、視聴者の方とか聞いてくださってる方のことをよく考えて、こううまく読もうとかするんではなくて、ちゃんと話してる感覚で届けるように直していきたいなっていうふうには思っています。その少しでも見てくださってる方に笑顔を届けられるようになれたらいいなと思ってます。はい、セントフォーススプラウトの北ゆりなです。見てくださってる皆さんに少しでも元気を届けられるように、これからも頑張っていけますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。